ピノステリドに転換されるのを抑制する。高容量で前立腺肥大症、前立腺癌に対して抑制的に作用する。プロスカール等の商品名で海外で販売されているが、日本では前立腺の治療薬としては未承認。低容量で男性型脱毛症に対して脱毛抑制効果を認め、プロペシアの商品名で多くの国で発売されている。 プロペシアの日本での特許は2015年に切れており、各社から後発品が発売されている。1991年にフィノステリドの開発が始まり、はじめ1992年に米国で前立腺肥大の治療薬としてプロスカーの商品名で認可された。しかし、その後 1mg 容量での研究によって、男性型脱毛症において毛髪の成長が、 明らかになり、1997年の12月22日、FDA は低用量のフィナステリドを男性型脱毛症の治療薬として認可した。2006年の現在では、世界60カ国以上で承認されている。日本では1年間の臨床試験を終えて、2005年の10月に厚生労働省に AGA 治療薬として承認され、2005年の12月に、 発売となった。なお、5α 還元酵素阻害剤としては、後により作用の強いデュタステリードが開発されている。デュタステリードは、フィナステリードの作用をしない1型語、α 還元酵素も阻害する上、2型語、α 還元酵素もフィナステリードの3倍強く、阻害するので、より強い DHT 酸性阻害効果を持つ。前立腺癌予防試験では、 前立腺癌患者に対しての 5mg、例、ボディの投与で、プラセボと比較して25、25%前立腺癌の進行抑制効果が確認されている。ただし、フィナステリド投与下でも、前立腺癌の増大した症例については、プラセボ群の前立腺患者より、癌の進行率が大きいことが見出されている。原因については明らかになっていない。 研究者はそれらの患者の癌が,んが特に強いものであるかについて経過を観察している。低用量でもこのような効果があるのかは不明である。作用基準 DHT は前立腺の受容体と結びつき成長を促して肥大やガムを招くがこの DHT の生成を阻害することで前立腺の正常な体積を維持する。なお慢性前立腺炎には効果が薄く。 デュタステリドが用いられることが多い。DHT による脱毛作用を抑止するものであり、決して発毛に作用する薬ではないが、臨床試験では服用者の多くにある程度の発毛が認められる。日本では2005年12月に万有製薬から発売された。保険適用ではなく自費治療である。海外ではすでに60カ国以上で承認されている。 男性が脱毛つの進行抑制としては、フィナステリドは98%の人に3年間効果があった。髪が増えてくる人も多く、国内の臨床試験では半年で48%、1年で58%、2年では68%、3年で78%と髪が増える人が強じ的に増えていった。また髪が増えるだけでなく、 髪の質なども改善することも分かっている。頭頂部だけでなく、髪の毛の生え際などの前髪にも効果がある点も、従来の育毛剤とは異なる。0 2ラムまたは1グラム上を1日1回服用する。なお、必要に応じて適に増減できるが、1日1ラムを上限とする。服用時間は自由である。服用は成人の男性に限られる。女性、 未成年は服用できない。女性に対して実施された臨床試験では効果がないことが確認されている。アメリカ食品医薬品局が認めた男性型脱毛症に有効な薬はこのプロペシアとデュタステリドミノキシジルのみである。なお、男性型脱毛症以外の脱毛症には効果はない。作用基準 DHT は皮脂腺の受容体と結びつき、 過剰な皮脂を分泌させ、毛穴を塞いで、男性型脱毛を誘発するが、この DHT の生成を阻害することで効果を発揮する。AGA チェック AGA チェックは、血液や毛髪の DNA 配列を解析することによって、AGA のリスクとフィナステリドの効果を判定する検査であり、専門の医療機関で受けることができる。 AGA の主な原因とされている DHT は、ケニュートウ細胞の X 染色体上にあるレセプターに作用して症状を発現させるが、X 染色体にはこのレセプターを覆い隠すような3次元構造を持つ特殊な DNA 配列が存在する。C、A、G という3つの塩基が繰り返すことから、キャグリピートと呼ばれる、この構造は長さに個人差があり。 生まれつきキャグリピートの長さが異なる。キャグリピートが長ければ DHT が作用しにくくなるため AGA のリスクは低く、短ければリスクが高くなる。キャグリピートの長さはフィノステリドの効果にも影響する。キャグリピートが短ければ DHT の作用を強く受けるため DHT の生成を抑える薬剤であるフィノステリドの効果は高くなる。 AGA チェックはこのキャグリピートを測定するものであり、血液を採取するか、後頭部の毛髪を10本程度採取して検査する。キャグリピートは年齢によって変化することがないため、この検査は1回だけ受ければいい。AGA チェックは、女性が受けることもできる。国内臨床試験時では、1mg のフィナステリドで異物不快感、性欲減退など6%程度の副作用が、 認められたが、この副作用の発現頻度は、プラセボで起こった副作用の頻度と同程度だとの意見がある。特に重篤な副作用は報告されていないとされているが、万有製薬は、プロペシア状を飲むことによって、頻度不明ながら、肝機能障害が起こり得ると、重大な副作用を追加した。1%以上5%未満に、 性欲減退の副作用が発現するほか、1%未満に勃起機能不全、射精障害、性液量現象が発現する。そのほか、発現率不明の副作用として、抗眼痛、男性不妊症、性液の質低下、乳房圧痛、乳房肥大、翌打症状、めまい、疎下輸症、人麻疹、発疹、血管負腫、AST 上昇、ALT 上昇、 ガンマ g t p 上昇が添付文書に記載されている。また服用中は献血してはいけない。献血には最低でも1ヶ月の休薬期間を取る必要がある。フィナステリドは体内で男性ホルモンに影響し筋肉増強剤の使用を隠す効果があるため、世界アンチドーピング機関などでドーピング剤として認定されていた。しかし、 2009年1月1日、分析技術の進歩により、フィノステリドを使用しても、禁止物質の使用を判別することが可能となったため、世界アンチドーピング機関は禁止リストから除外した。過去に問題となった事例としては、以下のようなものがある。他にもフィンカール、フィンピーシャ、ファナックス、ファイナスト、ファイナラ、プロステリードの商品名で流通している。 キャンプロステートキャンサー be プリベンテッドアメリカンキャンサーソサイティメイ二十五二千五川島新太臨床皮膚科二千六六十五百二十一から五百三十 ab プロペシア上零点二ミリグラムプロペシア上一ミリグラム添付文書二千十六年八月四日閲覧東京都赤十字血液センター献血の基準ワールドアンチ。 ドーピングエージェンシー Q&A ステータスオブフィナステリドありがとうございます。